いこんにちは。はじめまして、たけゆうです。霊夢よ、マリサだぜ。今回急な初投稿させていただきましたが、なぜ始めたかというと長くなりますので、概要欄にまとめておきます。さて、この動画では今から始める人のために、押さえておくべきポイントを紹介するんだぜ。この動画では、初心者霊夢と一緒に学んでいくという形式でやっていくよ。さあ早速ゲームを始めるんだぜ。さて、チュートリアルは問題ないわずだね。チュートリアルで一番気をつけるのは、エメラルドを使わないことかな。催促してくるけど、我慢なんだぜ。今これはチュートリアルが終わった状態。毎回攻め終わった後はユニットをセットしとくといいよ。次は何したらいいのかしら？まずは、クランの城を修理したいね。これなんだぜ。クランに入れば、援軍の送り合い、大きな対戦、イベントなど、様々なことができるようになるんだ。でも、修理には1万ゴールドいるわよ。そうなんだ。でも今はマックスが2500ゴールド。だからとりあえず金庫を上げて、先にタウンホールを上げちゃうよ。よいしょっと。あ、そういえばタウンホールが上がったから、新しい施設をたくさん建てれるんだったぜ。はは、そうだったね。じゃあちょっと4倍速かけて。基本、タウンホールが上がったら新しい施設はすぐ建てた方がいいね。そういえば、エメラルドは使わない方がいいって言ってたけど、どうしてなの？エメラルドは貴重だからね。大工さんは5人まで雇えるんだけど、全員買うまでは他には使わない方がいいよ。なるほどね。さて、そろそろ全施設が、建てれたかな。壁をドヤーっと。あ、ゴールドが足りないんだぜ。あれれ、仕方がない、攻めに行くか。あと5個だわね。はい、攻めに行ってきました。いや早いな。ここだけの話、なぜか取れてなかったんだよね。いやカットじゃなくて撮影ミスかい。なぜだろう。まあ、壁は全部建てれたわね。さっき使った分ユニットをセットしてと。よし。次は何するの？弊社のレベルを上げれば、新しいユニットが使えるからそうしようかな。そうだな。ほいっと。さてできたね。また録画ミス？いやさすがに連続でミスしないから。それより、新ユニット、アーチャーだぜ。このユニットは遠距離攻撃で、壁越しの施設でも攻撃できるんだ。まあ最初はバーバリアンでゴリ押しできるかもね。とりあえず使ってみようかしら。ババより遠距離な代わりに、ヒットポイントと攻撃力は低めなんだぜ。ババの倍のコストかかるのね。さあ、大工さんは休ませたらもったいないから戻って。とりあえず金山、エリクサーを。達成項目がついてたんだぜ。いや話をかぶせてくるな。忘れずに取っておくんだぜ。じゃあ、金山とエリクサーポンプを上げていこうか。また録画ミスかしら？いやカットだよカット。さて、続けて金山も上げておいて。編成はもう少しだな。ちょっとカット。よし、シングルプレイへ。そういえばマルチプレイとかシングルプレイとかって何かしら？ああ、それはまた今度説明するよ。今はシングルプレイで。アーチャーは壁の外からでも攻撃できたのよね。奥の大砲に出してみようかしら。一計。ちょっと火力不足かな？倒せなさそうね。もう無理かしら。ふふふ、この僕に任せたまえ。まず1体ずつでトラップを確認して、3つに分けて対応投下。これぞ竹有式。いやただのゴリ押しじゃねえか。そして短期な僕は4倍速に編集。ナイサラだね。ねえ、ナイサラって何？ナイスサラチ、前回のことなんだぜ。なるほどね。クラクラ用語はいろいろあるから、今度まとめ動画を作りたいね。攻め終わった後はユニットの訓練。しばらくはババラッシュでいけそうなんだぜ。次はもう一つの兵舎を上げよう。もう一つ上げることで、訓練時間も2倍速になるんだぜ。そしてその間に配置を整えよう。また4倍速かかってるし。こういうところは倍速の方が、視聴者さんも飽きないんじゃないかな。とりあえず適当な配置でいくか。兵舎のレベルが上がったんだぜ。それじゃあすかさず金山を。こんな感じの配置でいくか。ま、タウンホールも上げる予定だしな。よし、攻めに行こうか。そうね。ゴブリンの砲台。大砲が2つ。防衛施設を先に壊すのは基本なんだぜ。通路にはトラップがありそうだから、
念のため一体残して。さて倍速、またか。なるべく削って、大切な部分だけを配信したいなと思っているよ。思っていた通り、トラップが出てきたわね。お、ちゃんと耐えたんだぜ。一体必要なかったね。ないさらだぜ。金庫やタンクは大切だからあげておいて。アップグレード終わるまでカットなんだぜ。はい、飛ばしました。さすがのカット術ね。クランの城を早く修理するために金庫をもう一つあげておくぜ。ついでのエリクサータンク。じゃあ、ゴールドために行こうか。キャノンボールラン。大砲3つ、厳しそうね。どうにかなるさ。安定の倍速なんだぜ。また両側から。これいけるのか？なんとかなるさ。爆弾か。なんとかなるさ。なんとか。さ、次行こう。嫌なかったことにするな。やっぱりゴリ押しにも限界があるんじゃない？とりあえず飛ばして次の村行こう。小さい大砲と大きい大砲。大きい大砲に多めに出して。またこの通路にトラップがありそうだわ。よし、トラップで全滅するときの対策で一体残し。お、ちゃんといけそうだな。やっぱり爆弾があったね。あとは回収。ナイスカットなんだぜ。ないさらだね。あと少しゴールドが足らないわよ。ユニットもまだ訓練中だぜ。ふふふ、僕に任せたまえ。なんだ、怖いな。あと700ゴールドだろ。これくらいなら。まだユニットが全部揃ってないわよ。まあ、見てて。金庫に向かって。ちょっと。そして足りるところでもったいないからやめる。なんというあらわざなんだぜ。よし、ゴールドが溜まったね。これでタウンホールをポチッとな。あ、いや何やってんだよ。すっかり忘れてたね。待ってからあげるよ。次回はタウンホールが上がったところからスタートするわね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。